くよです。葵だぜ。よし、これで OK だわ。つくよ、何してるんだ？見ればわかるでしょ？スクープ対策よ。はい？スクープ対策？プライベートの写真を撮られていつスクープされるかわからないからね。だから大きい帽子とサングラスを買ったの。週刊誌とかの対策ってことか？そうそう。つくよの勘違いがまた加速してるな。有名人のそんなスキャンダルって結構あるし、怖いからちゃんと対策しないとダメだなって思ったの。つくよは絶対大丈夫だと思うぞ。まあいいや。確かに有名人のプライベート写真が流出しちゃって、大騒ぎになることはちょいちょいあるよな。それじゃ今回はそんな騒ぎを巻き起こした有名人を何人か紹介しちゃうか。お、いいね。参考にしたいのでそれでお願いします。まずは伊藤英明さんだ。伊藤英明さんといえば2004年から2010年まで、合計で3作が公開された映画海猿で主演を務めていたりと、数々の映画やドラマで活躍してきた俳優さんだが、女性絡みのスクープでよく話題になった人としても有名なんだぜ。へえ、そうなんだ。でもちょっと前に結婚してたような。ああ、2014年に一般女性と結婚したぜ。だけどその結婚からわずか1ヶ月後に衝撃的なプライベート写真が、週刊誌によってスクープされちゃったんだ。衝撃的ってどんな写真だったのよ。二人の女性とランチキ騒ぎをしてる写真だぜ。つまり三人で大人の男女のあれやこれやをしている写真が流出しちゃったんだな。週刊誌で報じられたのは2014年の話なんだが、伊藤英明さんはその2年前に後輩の俳優たちとハワイへ行ってて、その時二人の女性をナンパしてあれやこれやをやっちゃったそうだ。うわぁ、有名人なのにナンパとかするんだ。その時は後輩にナンパさせていて、その人たちは海猿と飲もうよ、と言って女性たちに声をかけていたらしい。それでナンパに成功すると伊藤英明さんの知人が所有するマンションみたいなホテル、いわゆるコンドミニアムに女性を招待して深夜までみんなでお酒を飲んでいたという。その後伊藤英明さんと女性二人だけになっちゃったのかしら。そう、最終的にその三人だけが部屋に残ることになって、女性たちは酔っ払った伊藤英明さんからいきなり体を触られ、それを拒否すると伊藤英明さんが下品な言葉を絶叫してきたという。何よ下品な言葉って。ここではストレートに言えないから言葉を変えるが、男女のあれやこれやをしたい、っていう言葉を絶叫してたそうだ。最低すぎる。そしてその後3人で男女のあれやこれやをする流れになり、報じた週刊誌には伊藤英明さんがお尻を丸出しにし、女性の顔に向かって下半身を突き出している写真まで掲載されてたんだな。そんな写真が何枚も掲載されてたの？ああ、伊藤英明さんの顔もバッチリ写ってたぜ。つまり女性たちが写真を撮影していたわけで、流出した経緯は不明となっているが、ある記者は伊藤英明さんの態度がよっぽどひどかったのかもしれませんね、と話していたようだ。お金が目的で、みたいな可能性もありそうね。それにしても結婚してから1ヶ月後にそんな報道されちゃって奥さんが気の毒すぎるよ。内容が過激すぎるしな。それに最近じゃなくて2年前の話だし、業界関係者の中にはもはや嫌がらせに近い報道ですよと話す人もいたらしい。そんな内容だと仕事とかにも影響があったんじゃないの？それがその当時、伊藤英明さんはあの芸能界のドンと呼ばれる社長がいる事務所、バーニングと関わりのある事務所に所属してたから、報道が拡散されず仕事も今まで通り継続できていたそうだ。なるほど。前にもちょいちょい紹介してたあのバーニングに所属してたっていうことなら、納得しちゃう流れだわ。それじゃお次は手越祐也さんだ。手越さんはもともとジャニーズのアイドルグループニュースのメンバーだったが、2020年からフリーとなり、その後 YouTuber やソロの歌手として活躍してるぜ。なるほど、今度は手越さんか。手越さんは女性とのスキャンダルが多い人っていうイメージがあるしね。ジャニーズタレントとして活躍した人の中で最もスキャンダルが多い人だと言われてるしな。確か柏木由紀さんとのツーショット写真も流出してたよね。他にもベッドで一般女性と写ってる写真が流出したり、元 SKE48 の鬼頭桃奈さんとキスをしている写真が流出するなど、手越さんは女性絡みのスキャンダルを連発している。そんな週刊誌の常連とも言える人だが、スキャンダルは女性関係だけじゃなくて黒い交際を匂わせるものもあったんだぜ。それはヤバい人と一緒に写ってる写真が流出したの？そうだ。その写真は手越さんが高級クラブみたいな場所で二人のいかつい男と一緒に写ってて、そのうちの一人が2016年に発生した金塊強奪事件の犯人だったんだな。え、それじゃ手越さんは強盗事件の犯人と知り合いだったの？事務所からの発表によると手越さんが写真撮影を求められて一緒に写真を撮ったらしい。
写真を撮ったのは事件が起きる5年ぐらい前の話で、犯人となった男が2011年に Facebook にその写真を載せていて、事件後にその写真が拡散されて大きな話題となったんだ。たまたま一緒に写真を撮った人が5年後に事件を起こしたわけか。ちなみにその事件ってどんな事件だったの？事件が起きたのは福岡県の福岡市で、警察官を装った実行犯たちが金塊の密輸事件で捜査をしていると、金塊を運んでいた人物に声をかけて点検するふりをしたんだが、その後実行犯たちが隙を見て7億円相当の金塊を車に積み込み走り去る、っていう事件だぜ。7億円ってヤバすぎる。そしてその事件が起きる5年前に手越さんは犯人の一人と写真を撮っていた。だから手越さんはたまたま一緒に写真を撮った人が5年後に事件を起こしただけで、自分は何も悪くない、みたいなことを騒動後に話していたそうだ。5年前の写真だけど世間からはなんやかんやと言われちゃったんだね。その時手越さんは精神的にかなり落ち込んでいたようで、ジャニーズ事務所を辞めた時に今までで一番辛かったことは何ですか？と聞かれた際には、あの騒動後はもういいや芸能界と思ったかなと話していたぜ。女性とのスキャンダルはまだあれだけど、事件を起こした犯人とつながりがあるなんて言われたらさすがにきついだろうしね。ってことでお次もジャニーズだった人で赤西仁さんだ。赤西さんは元カプーンのメンバーで、2014年にジャニーズ事務所を辞めてからはソロの歌手として活躍してきたぜ。奥さんが女優の黒木メイサさんなのも有名よね。今ではお子さんも2人いるみたいだしな。ただそんな赤西さんも手越さんに負けないぐらいスキャンダルを連発してきた人で、六本木のクラブで夜遊びしている写真がたくさん流出していたこともあるんだ。それは週刊誌のスクープだったの？最初は2009年にネット掲示板の2チャンネルで話題となって、その発端は Facebook に写真が投稿されていたことだった。その Facebook が本人のものなのか別の人物のものなのかは不明となってるようだが、何かのきっかけで写真が流出してネット上に拡散したと考えられているようだ。本人だったとしたらそんな写真をネットに上げちゃうなんて無防備すぎるでしょ。美女に囲まれてニヤニヤしちゃってるし、お酒を飲んでいたとしてもジャニーズのタレントだから騒ぎになるのは間違いないしな。クールな人っていうイメージだったしファンの人はショックを受けちゃうわよね。まあでも赤西さんはジャニーズ時代から遊び人として有名だったようで、同じくジャニーズだった。山下智久さんや錦戸亮さんと一緒によく六本木のクラブなどで遊んでて、その3人を含めた遊び仲間のグループが赤西軍団と呼ばれていたりもするんだぜ。へえそうなんだ。それじゃちょっと六本木行ってくる。芸能人が行くようなクラブに行ったらつくよの貯金なんて一瞬で吹っ飛ぶぞ。葵さん、とりあえず10万円貸してください。貸すわけないでしょ。24回払いで返すから。どんだけだよ。葵のケチ、グレてやる。はいはい。でもちょっと待って。やっぱり女性に囲まれてニヤニヤしてる写真を、本人がネット上にアップなんてしないんじゃないの。だな。だからその場にいた別の人物が、深く考えずにネットにアップしたとも考えられていて、業界関係者の人がこんなことも言ってたそうだ。赤西さんたちとよく遊んでた人がお金目当てに写真を売りさばき、そこからネット上で拡散されるようになったともっぱら噂です。売りさばくって誰に売るのよ。芸能界の中にあるジャニーズ反省力みたいな人たちに写真を売っていたっていう話のようだ。だから他にももっとヤバい写真が大量にあるという情報も出回ってたらしいぜ。なるほど。それじゃまずはカメラ、いや、キャメラから買わないとだわ。キャメラって和田アキ子さんかよ。っていうかスマホでいいでしょ。おお、中島美嘉さん結婚したんだ。追いつくよ、テレビ見てないでこっちに集中してくれ。失礼。それでは次行ってみよう。それじゃお次は高橋みなみさんだ。高橋みなみさんは元 AKB48 のメンバーで、2012年にはグループの初代総監督にもなったが、2016年にグループを卒業し今ではタレントとして活躍してるぜ。ふむ、これまた説明なんていらないぐらいの有名人ね。それでどんな写真が流出しちゃったのよ。合コンしてる写真だ。え、アイドルが合コンってさすがにまずいでしょ。ただ正確にはパーティーというか、峯岸みなみさんなど他のメンバーたちと一緒に飲み会みたいなことをたびたびやってたようで、グループの運営側とメンバーたちがそんな飲み会でハメを外しまくっていたらしい。ハメを外すってどんなことやってたの？例えば高橋みなみさんが20歳になった2011年に誕生日パーティーを開いていて、その時は高橋みなみさんが男性に抱きついていたり、峯岸みなみさんが幼稚園児のコスプレをして男性の膝に座ったりもしていたそうだ。グループが全盛期だった時にそんなことしてたの？みたいだぜ。そしてそんなパーティーの様子を写した写真が、
2015年に週刊誌で報じられたってわけだ。まさかそんな話があったとは。それでグループの運営側っていうのはどんな人たちだったのよ。事務所の関係者やカメラマンなど10人ほどの男性がパーティーに参加していて、その中には日本を代表する広告代理店である電通の人も2人ほど含まれていたという。だから AKB48 が仕事をもらうため、つまりパーティーという名の接待だったんじゃないかと言われていた。うわぁ、それじゃいわゆる枕営業ってやつをやってたのかしら。電通といえば CM やイベントなどマスコミとのパイプ役となっていて、メディアに対して絶大な影響力を持っている組織だから、そんなことも言われてたようだ。そしてそんな電通は AKB48 が誕生する前からグループの人気を支え続けてきた存在で、あの乃木坂46も電通が作ったグループであり、AKB 関連のアイドルグループは電通の配下にあるというのは有名な話でもあるんだ。つまり AKB や乃木坂は電通と蜜月関係であると。そう、だけど報じた週刊誌は電通という2文字を出せず、他のマスコミもその話題に一切触れようとしなかった。つまりマスコミの業界内では電通を貶めるような話題が基本的にタブーとなってるんだな。大人の事情が絡みまくってるわけか。いやー、なんだかリアルな話だねー。ってことで、お次も AKB 絡みの人で、指原莉乃さんだ。指原さんは2007年にオーディションで合格し、 AKB48 の5期生としてデビューすると、その後は HKT48 などでも活躍し、2019年にアイドルを卒業した後はタレントとして活動するようになったぜ。ちょっと前から YouTube もやってるよね。だな。2021年から指原チャンネルっていう、ハワイに行ったりカップラーメンを食べたりするなんでもありの YouTube チャンネルをやってるぜ。チャンネル登録者数とかすごいことになってるんじゃないかしら。チャンネル登録者数は120万人近くになってて、動画1本の視聴数も100万回以上が当たり前って感じで、すっぴんを披露した動画が1000万回以上の視聴数になってたりもするぜ。指原さんって思ったことを何でも言うようなキャラで、喋りも面白いしね。だな。そしてそんなキャラになったのは、スキャンダルがきっかけだったとも言われているんだ。そのスキャンダルは2012年の話で、指原さんが過去にファンの人と付き合っていたことや、その相手とやり取りしていたメールや写真まで週刊誌で報じられたんだぜ。ファンの人と付き合っちゃうって完全にアウトじゃん。もちろんアイドルとしてはアウトな話だったから騒動となり、指原さんは AKB48 の総合プロデューサーであった秋元康さんから、まだ結成されたばかりだった HKT48 への移籍を言い渡されることになったんだ。つまりその過去に付き合っていた男性が、二人の馴れ初めや付き合っていた時の詳細まで週刊誌に売っていたってわけだ。それでもう二人は別れてたんだね。そう、指原さんが15歳だった2008年から1年ほど交際が続き、最後は彼氏の方から指原さんに別れたいと言ったそうだ。そして週刊誌は指原さんが彼氏に送ってたメールの内容も報じていたんだな。どんな内容だったの？ここまで好きになったの初めてなの。こんなに同じ人のことずっと考えてるのだって初めてなど、未練でいっぱいな内容だったぜ。なんかキュンキュンしてきた。週刊誌が報じた写真もなかなかな内容で、その彼氏とキスをしているプリクラや、指原さんが彼氏に送ったセクシーな自撮り写真なんかも含まれていたんだ。そんな写真まで売られちゃうなんてちょっと気の毒な話だねー。報道された後、指原さんがラジオの AKB48 のオールナイトニッポンで謝罪してたし、普通にかわいそうな話だぜ。その元彼氏は世間から批判されたんじゃないの？真偽は不明だが、その元彼氏はその後ファンやネット民に特定されて嫌がらせを受けた、みたいな話も出回っていたようだ。そりゃそうなっちゃうわよね。それでスキャンダルが原因でキャラが変わったっていうのはどういうことだったの？指原さんは話題になったスキャンダルのことをうまく利用しネタみたいにしちゃったんだな。バラエティ番組で HKT へ移籍した理由について聞かれた時に、写真を売られたからですとはっきり答えたり、好きな男性のタイプは口が固い人と言ったりと、アイドルらしからぬ受け答えを披露してお茶の間の人気をどんどん獲得していったんだ。へえ、そりゃすごい。いじられることを笑いに変えちゃったんだね。そして結果的にはスキャンダルをきっかけに指原さんの知名度が一気に上がり、アイドルグループの一人でありながらバラエティ番組にもたくさん出演するようになったんだな。トークが上手で頭のいい人なんだろうなっていつも思うし、これからも芸能界で長く活躍しそうな人だよねー。それじゃお次は夏目未来さんだ。夏目さんは2007年に日本テレビのアナウンサーになると、関東ローカルで放送されていた明日の天気でアナウンサーデビューをし、その後お昼の、思いっきりEテレビのアシスタントに抜擢されて一気に知名度を上げた人だぜ。ちょっと前までやってた朝ちゃんにも出演してたよね。だな。
2014年から芸能界を引退した2021年まで番組の司会をやってたぜ。あれ？夏目さんって引退してたの？2021年にお笑いタレントの有吉さんと結婚したでしょ。その後芸能界を引退してるんだぜ。いやーそうだったんだ。普通に知らなかったからびっくり。そんな夏目さんは2008年に映画それいけアンパンマン妖精リンリンの秘密で声優をやったり、同じく日本テレビの女性アナウンサーだった鈴江奈々さん、早前レイヌさんと一緒にゴーゴーガールズとして歌手デビューするなど売れっ子アナウンサーとして活躍していたが、2011年に日本テレビを辞めてフリーアナウンサーとなり、夏目のお耳やバンキシャなどいろんな番組でメイン MC をやってたぜ。ふむ、清楚な雰囲気でこれぞ美人アナウンサーって感じの人だったよね。そう、だがしかし、あの夏目さんにだがしかしなんてないはずよ。その先は聞きたくないわ。聞くよ、夏目さんだって一人の女性なんだ。だからヒミングを手に持った状態で写真だって撮ったりする。嘘でしょ。嘘じゃないぜ。そんな写真を撮るって一体どういうことよ。予想の斜め上を言っちゃってるじゃない。確かにどういうことなのかわからないが、他にも彼氏とベッドで寄り添っている写真なんかも撮っていて、そんな写真が2009年に週刊誌によって報じられてしまったんだ。その頃の夏目さんはまさに売り出し中の人気女子アナだったが、その報道によってイメージが悪化し世間からは厳しい声もたくさん上がったんだ。もしかしてそれがフリーアナウンサーになるきっかけになったのかしら。実際どうだったのかは分かってないようだが、そのスキャンダルが報じられた後テレビ出演が減っていき、フリーアナウンサーになるきっかけになったんじゃないかと言われてもいるようだ。スキャンダルの後日本テレビの中で嫌がらせを受けていた、みたいな話もあったらしいし。それが本当だったら相当苦しい思いをしたんだろうね。でもどうしてそんな写真が週刊誌の手に渡っちゃったんだろ。その写真を撮った時に付き合っていた男性は夏目さんにとって元彼で、その元彼が振られたから嫌がらせをした。元彼の彼女が夏目さんとの関係に嫉妬し週刊誌に写真を渡した。元彼が単純に自慢したくて周囲の人間に写真を送っていたなど、週刊誌が写真をゲットした経緯についてはいろんな説があって真相は不明となってるようだ。なるほど。でもまあどれも夏目さんがとばっちりを食らったっていう話よね。だな。そしてスキャンダルで傷ついていた夏目さんを救ったのが、有吉さんとマツコデラックスさんで、その二人はフリーアナウンサーとなって復帰した夏目さんと共演した時に、我々はもういじりません、まだ言ってくる奴はダサいなどと言い、それを聞いた夏目さんは涙を流しながらありがとうございますと言ってたんだ。なんというか、週刊誌ってほんと残酷よね。結論はそこに行き着いちゃうかもな。相手が芸能人とはいえプライベートの写真をネタにしちゃうってなかなかエグいことだと思うぜ。でもそれを言ったら私たちも最近は芸能人ネタばっかり紹介しちゃってるじゃん。ほんとそれな。特大ブーメランを食らっちゃってるぜ。そのうち大変なことにならないかしら。ちょっといろいろ心配だな。それじゃ特大ブーメランがぶっ刺さったままラスト行くぜ。最後も再びアナウンサーの登場で松尾みどりさんだ。松尾さんは2006年にフジテレビのアナウンサーになると目覚め、目覚ましテレビ、みんなの競馬などいろんな番組に出演し、2013年に競馬の騎手である福永祐一さんとご結婚した後、フジテレビを辞めてフリーアナウンサーになったぜ。おあの人か。最近はテレビで見なくなったけど可愛らしい人だったよね。将来はフジテレビの看板アナウンサーになるんじゃないかとも言われてたしな。だけどそんな松尾さんはアナウンサーになった翌年に、いきなり週刊誌によって過去に不倫していたことを取り上げられ、不倫相手と一緒に写る写真まで報じられてしまったんだ。いやーそうなんだ。そんなことがあったなんて全く知らなかったよ。ただそれはタイムリーな話じゃなくて松尾さんがフジテレビに入社する前、つまり大学生の時のことで、相手の男性は松尾さんがアルバイトをしていた飲食店の店長さんだったという。だから年齢も松尾さんより10歳年上だったそうだ。それじゃ松尾さんがその店長から言い寄られたのかしら。いや、その逆で大学1年生だった松尾さんの方から告白して交際がスタートしたらしい。店長に奥さんがいるのを知っていたのに、っていうことかしら。みたいだな。松尾さんはそれを分かった上で交際していたようだ。ドラマみたいな話だねー。これはいやらしいな。奥さんがいる店長と高校を卒業したばかりのアルバイトの二人がっていう話だから。まあ、なかなかだよな。しかも松尾さんはその時店長に対して奥さんと離婚してと迫っていたりもして、奥さんと別れてくれない店長に対してメールで罵声の言葉を送りつけていたこともあったそうだ。いやだからどこのドラマなのよ。っていうか松尾さんのイメージとギャップがありすぎる内容なんですけど。でもまだ話は終わりじゃないぜ。そんな感じで松尾さんから迫られていた店長は、
その後奥さんと別居し結局そのまま離婚しちゃったんだ。これはヘビーすぎる展開ね。松尾さん店長の家庭をぶち壊しちゃってるじゃん。だな。それでその後二人は温泉旅行やディズニーランドへ行くなど、順調に交際を続けていたようだが、松尾さんは大学3年生になった時に、フジテレビから内定をもらうとあっさり店長に別れを告げたという。ええ？相手に離婚までさせたのにそれはひどすぎない。ちょっと怖くなる話だよな。まあ松尾さんが、どういう気持ちで別れを告げたのかは不明なんだが、その時店長は相当ショックを受けていたようで、その後松尾さんの姿を目にしないようにとテレビでフジテレビを見ないようにしていたそうだ。そして週刊誌の記事にはもう過去のことですから何も話すことはありません。とその店長が話していたとも書かれていた。これはさすがに全力で店長さんに同情しちゃうわ。松尾さんどんだけ神経図太いのよ。離婚に追い込んだ年上の男性を捨てた後アナウンサーとなり、競馬で人気騎手だった男性と結婚して玉残しに乗るっていう、ある意味パーフェクトだぜ。いやいやほんと怖いって。まあそれぐらい図太くないとアナウンサーになんてなれないのかもだ。カメラの前で平然と話すなんて度胸がいることだろうしねー。ってそういう話じゃないでしょ。またいろんなところから怒られるわよ。確かにそうだな。それじゃちゃっちゃとまとめに行くぜ。はい、というわけで。今回はヤバめなプライベート写真が流出しちゃった有名人の話をいくつかしてみたぜ。どうだつくよ、そもそも全く参考にならないと思うが参考になったか？うん、とりあえずバイト先の店長は好きにならないように気をつけるよ。めちゃくちゃピンポイントな心がけだな。あとはやっぱり最近だと誰でもスマホですぐに動画も撮れちゃうし、撮影された時にスマホを叩き落とせるよ。猫パンチの練習もしておかないとなって思ったよ。また変なこと言い出しちゃってるし、まあそんな日は来ないだろうから放っておくか。ってことで芸能界の話以外にもバカッターとか半グレの話も最近してるから、興味のある人はよかったら過去の動画もいろいろチェックしてほしいぜ。というわけで、ご視聴ありがとうございました。